皆さんこんにちは、ランタイムです。現在ね、世界中でブラックフライデーというセール中で、この機会にいろんなものを安く購入しようと考えられている方が多いと思うんですけども、今回ねこちらの電源がめちゃくちゃ安く発売されるということでね、僕の方に紹介のご依頼いただきましたので、今回ねこちらの電源がいくらで発売されているのか、あとねどんな性能なのかっていうのをちょっとね見ながら紹介の方をねさせてもらいたいと思います。はい、ということでね、早速電源の方を紹介させてもらおうと思うんですけども、こちらはブライアン社の大容量ポータブル電源 S2400 で、電池はリン酸鉄リチウムの3500回使用可能で、容量は2048Wh で、 AC の定格出力は 2400W もあるんで、電子レンジがね2台同時で動かせる電源っていう風になってます。はい、でちなみに最初にね価格言うとこうと思うんですけども、こちらはなんとね今回セール中で109,900円っていうね、2000ワット級なのに11万円を切ってくるっていう、このね円安の状況でポータブル電源のね価格が下がってるっていう風になってます。はい、でこの電源を見てね、どっかで見たことがある電源だなという風に思われる方が多いと思うんですけども、実はねこのタイプの電源は OEM 品で、僕もね3遍目ぐらいの紹介にはなるんですけども、一個一個微妙に違ってて、新しいものになるほどね安定性が増してるんですよね。で、こちらの電源はねこのブラックフライデーのセールに合わせて発売されたものなんで、一番ね安定してるものなんじゃないかなというふうにちょっと思ってます。はい、でまずはね外観から見ていこうと思うんですけども、こちらがフロントパネルですね。電源ボタンで、これが充電ワット数の切り替えスイッチですね。300ワットから5、7、9、1100っていう感じでね、充電ワット数がここでね変更できます。で液晶パネルはすごく大きくて見やすいですね。入力ワット数と出力ワット数、だから現在の電池残量がパーセントとバーで表示されて、今の状況だったらね99時間以上動くっていう風になってます。はい、でこちらが DC 出力で、シガーソケットと XT60 のメスがあるんで、オスをつなげて 12V25A だから 300W までね出力させることができるようになってます。これはねちょっと日本にはあんましない規格なんで、このねアダプターはちょっとなかったです。であと 12V3A の5521のポートが2つですね。これがねちょっと微妙にありがたいポートです。はい、でちなみにここを押したらオンですね、ライトつきました。でね DC 12V 出力、ボルト時間で見ておきましょう。ここのねボルト数低すぎたらね冷蔵庫とかあんまし冷えないし、 12V の炊飯器もねご飯炊けないんで12V の炊飯器もご飯炊けないんで、ここちょっと見ておきましょう。よっしょ、はい、押したら、あ、 13.7V ありますね。 OK です。しっかりねあるんで、冷蔵庫もキンキンに冷えますし、車載炊飯器でもねしっかりご飯が炊けると思います。はい、で下側には USB ポートで、 QC3.0 の USB ポートが2つ、 PD20W のものが3ポート、それから PD100W のものが1ポートあって、ここでねオンオフ切り替えができるようになってます。はい、つきましたね。でこちらがライトですね。4段階切り替え可能で、側面はファンが2つあるんですけども、結構中には大きめのファンが入ってるみたいですね。小さいファンだったらねすごくうるさい音がするんですけども、僕さっき実験した感じではね音は相当静かでした。はい、でここが AC100V ですね。 AC100V は 100V から 120V なんで、 110V のね切り替えも可能になってるはずなんですよね。であと周波数は 50Hz、60Hz 切り替え可能で、こちらはね全てのポート合わせて 2400W の出力になってます。でこちらを開けると6つの AC 出力がありますね。たくさんあります。で、こちらを押したら AC 出力オンですね。よいしょ、もう一遍いきます。これで AC オンになりました。で今はね周波数 60Hz で動いてるんですけども、こちらの切り替えが可能で、 AC 出力のボタンを長押しすると、はい、ここはね点滅し始めます。これは点滅中にもう一遍ボタンを押すと切り替え完了。はい、これで OK ですね。東日本、西日本切り替え可能です。でもね戻しておきます。OK、であと AC 出力ね、ボルト数見ておきましょう。これねボルトチェッカーです。よいしょと、あ、今 110V になってますね。で 110V の出力だとボルト数が高すぎて、ちょこっと家電なんかはね早く沸いたりとか、炊飯器なんか早く炊けたりするんですけども、一部の電化製品にはダメージを与える場合がありますんで、こちらはね 100V に、変換しておく必要があります。で 100V の変換も簡単で、こちらですね、この電源ボタンを10遍連続押しします。いきますね。はい、100V 戻りました。 OK ですね。これでねもうずっと 100V で動いてくれます。はい、ちなみにもう一遍、もう10遍押したらねまた 110V 戻ります。はい、でちなみにねこちらのカバーですけども、
こうやってね指でクッと曲げたらね変形して取れるんで、よいしょ、ここはねいらない人は外すことも可能です。でこちらが背面ですね。背面にはモデル名、容量 2048Wh、 AC 入力は最大 1100W、 ソーラーパネルは 11.5V から 50V で最大 500W で、 UPS モードも搭載していると。で AC 出力は最大 2400W ですよというふうに書いてます。よし、でこちらに、左側面ですね。こちらにもねファンついてますね。こっちが吸気で向こうが排気かな、見えづらくてごめんなさい。ここにもファンがあります。で、こちらがね充電ポートですね。こちらがね AC ケーブルを接続するなって、充電はね AC アダプター不要でケーブル1本で充電可能です。でこちらが走行充電もしくはソーラーパネルで充電に対応しているようですね。はい。で上部には収納ケースがついてて、こちらにね、ケーブル類が収納されてます。でAC 充電用のケーブルですね。でシガーソケット用のケーブルですね。これがこうね XT90 の端子を先ほどのポートに挿して充電するんですけども、これ毎回思うんですけども、このケーブルはね少し短めです。1メートルぐらいですね。ですんで走行充電するんであれば、僕の車の場合だったら冷蔵庫があるあたりにね電源を移動する必要があるみたいです。でこちらがねソーラーパネルのケーブルですね。これはね MC4 のタイプなんで、基本的にね市販のソーラーパネルだったらどのパネルでもね接続できるものですね。ただしこちらもねさらに輪をかけて、ケーブルが短いんで、これはねこの部分の延長ケーブルをね用意する必要があるんじゃないかと思います。はい。とまあこんな感じですかね。で僕の動画を見ていただいている方はもう充電とは分かっていると思うんですけども、そうでない方もいらっしゃると思うんで、一通りね、充電実験の方してみたいと思います。はい。よし、じゃあまずは走行充電の実験をしてみましょう。よし、エンジンかけます。せーの、そしたらピッカチッといってね、充電始まりました。そしたらね、96W ぐらいで充電されてますね。で今ねこの電源は 50% まで充電されてるんですけども、満充電するにはねあと10時間でいけるそうです。だからね、岡山から東京に行ってる間には満充電できますね。バッチリです。 OK。 よし、じゃあ次はねソーラーパネルでの充電実験してみましょう。はい、ということで、ね、車を外にね持ってきました。今日はねすごくいい天気で、もう雲一つない天気なんで、めちゃめちゃ発電にね適した天気です。で、僕の車のね天井には300ワットのソーラーパネルが載ってるんで、これをね接続したらすごく発電されると思いますんで、早速ね接続してみたいと思います。よし、いきますよ。せーの、はい、ピー言いました。ほらどんどんワット数上がっていますね。120、130、139ワットですね。はい、 OK です。しっかりね充電されてますね。で、ね今積んでるソーラーパネルは夏場にはね270ワットも発電するパネルではあるんですけども、今はもうね冬目前で、現在時刻は13時なんですけども、もうね火がだいぶ傾いてるんで発電効率が落ちてるんで139ワットぐらいでしかね発電できてないみたいです。はい、まあこれはしょうがないですね。だから本体はしっかりね充電できることは分かりました。はい、バッチリですねこれは。よし、じゃあね続いてね AC 充電実験の方行ってみたいと思います。はい、よし、ということで、コンセントでのね充電してみましょう。まずはね充電ワット数少なくしておいて300ワットの状態でいきます。せーの、よいしょ。はい、そしたらすごい、ちょうど300ワットぐらいですね。であとね UPS モードもオンになりました。はい、次500ワットすると、はい、ちょうど500ワットですね。でお次は700ワット、はい、ちょうど700ワットですね。で900ワット、ん、何、あーなるほど、900ワットにしたらね充電がうまくいきません。でこれはね多分ですけども、この長いコードリールをつなげて、今つなげてるんで電圧が下がってるせいだと思います。はい、ですんでね車をちょっと出して、ここのね壁コンセント直でね充電実験してみたいと思います。はい、準備します。よし、じゃあね900ワットで引き続きいってみましょう。はい、きっちり900ワット出ましたね。 OK です。やっぱりね電圧が下がってたみたいですね。はい、じゃあね最後に1100ワットいきます。はい、1100で最後はね1035ワットぐらいですね。 OKOK、まあ、1100はいかないみたいですね。よし、ということでね走行充電、ソーラーパネル充電、 AC 充電がねバッチリなことが分かりました。ですので、ね、充電の方は問題ないですね。はい、でどうしましょうかね。というのもね、通常はこの辺で料理に移るんですけども、ポータブル電源の最大のメリットっていうのは電気が持ち歩けることではあるんですけども、移動中にも料理ができるっていう
メリットがあるんですよね。ですんで、今回はね、ちょっと趣旨を変えて、移動中に料理をしながら買い物をして、さらにね、料理もするっていうね、方法を取りながら、この電源のね、能力の方を見てみたいなというふうに思います。はい。よし。じゃあね、ちょっと準備しましょう。はい。ということで、ね、ちょっと準備をしてね、移動してきました。こちらはね、僕がよく利用させてもらってる丸中さんですね。でっかいスーパーです。で、ポータブル電源というのは、車内で普通の調理家電が使えるっていうメリットがあるんですけども、これはね、実はね、もっと深く考えたら、移動中にご飯の準備ができるって話なんですよね。で、何が言いたいかというと、朝とか晩の通勤や帰宅中に料理ができるっていうことで、移動時間が長ければ長いほど、お買い物時間が長ければ長いほど、時間のロスなく調理が可能になるっていうことなんで、今回は、今からね、そちらの検証の方をね、させてもらいたいと思います。はい。ということでね、丸中さんの方に食材を買いに行こうと思うんですけども、その前に今日はご飯食べたいんですけども、ご飯を炊くのは時間かかるんで、まずはね、もうご飯を仕掛けていきましょう。で、今回ね、こちらの七つ星をね、炊きます。2合の無洗米ですね。OK。よし。はい。通電されました。で、こちらを無洗米モードの普通だけで炊きます。で、この炊飯器は消費電力 1100W のものなんですけども、S2400 はね、定格出力が 2400W あるんで、問題なく動くと思います。はい。よし、じゃあね、ご飯仕掛けたんで、お次はね、今夜の食材の方をちょっとね、買い出しに行っていきたいと思います。よし。はい、行ってきます。よし、買い物ね、済ませてきました。車に戻りましょう。よし。はい、ということで、ね、お買い物、楽しんできました。そしたらね、残り時間27分になってますね。約ね、26分間ぐらい、お買い物をね、楽しんできたような格好になってます。はい。でも逆に言ったらね、26分間、時間を得しましたね。で、ここからね、また家に帰ろうと思うんですけども、その時間ももったいないんで、2品目の料理をね、作りたいと思います。で、2品目は、家から持ってきたコンソメとポトフの具と、買ってきたキャベツとコークンがあるんでね、これらで、車内でね、ポトフを作って、調理しながらね、移動したいと思います。で、調理に使うのはね、またしても炊飯器ですね。炊飯器はね、きっちり蓋ができて、調理中にね、持ち運んでもこぼれないんで、すごくね、車内調理向きの調理器具になってます。はい、今、キャベツとコンソメと野菜をね、入れました。で、ここにね、水、200cc 入れて、もう一緒にウインナーも入れておきましょう。OK。よし。で、あとはね、煮込みます。全部で20分できるんでね、もうこれでいいでしょう。はい、炊飯。はい。そしたらね、ご飯と調理がね、同時に開始しました。で、こちらね、19分で炊き上がるらしいです。で、こっちは20分なんで、同時ぐらいのね、炊き上がりですね。で、消費電力は、300ワットから1000ワットぐらいをね、今、うろうろしてます。はい。OK。じゃあね、ダブルでね、調理の準備ができたんで、今からね、今度はね、また移動しましょう。とりあえずね、いつもの橋の下の方行きましょうかね。移動します。はい、行きましょう。信号待ちなんですけども、順調にね、炊けてます。よいしょ。はい、川辺にね、到着です。で、今ね、あと5分で炊き上がりで、6分でね、調理も完了ですね。よし。じゃあね、この間に、もう一品ちょっと作れないかね、やってみましょう。ということでね、3品目はね、こちらですね、せせりです。僕ね、鶏が大好きなんですけども、こうね、首の部分も好きなんで、こちら買ってきました。で、これをね、もうノンフライで調理しましょう。よいしょ。よし。で、もうこちらにね、直に入れましょう。半分ぐらい入れます。よいしょ。手はね、後で拭きます。OK。これをセットして、200度で8分ぐらいかな。調理開始です。はい、そしたらね、今、炊飯器2台とノンフライで調理してるんですけども、この時の電力消費量が1493W ですね。ご飯の方がね、保温に入ってると思うんで、消費量ちょっと少なめです。でもね、バッチリ動いてますね。はい。はい、ご飯炊けました。ちょっと炊き上がり見てみましょう。せーの、パッと。おー、さすが IH ですね。綺麗な炊き上がりです。おー、すごい。こちらがね、皆さん移動中に炊いたご飯です。美味しそう。家と変わりませんね。炊飯器なんでね。はい。こちらもね、調理できました。開けてみましょう。せーの。よいしょ。おー、グツグツのグラグラです。ちょっとね、キャベツがね、もうちょっと感がありますね。あ、でも、柔らかいことは柔らかいんだ。なるほど。キャベツはね、もうあと少しやった方が良そうですね。あれ？これ、ポトフなのに大根入ってる？なんで？ポトフの材料買ったはずなんですけどね。珍しいな。よいしょ。はい。
じゃあね、僕ね、本当にご飯、お昼ご飯食べてないし、もう16時ぐらいなんで、お腹空いてるんでね、もう早速ちょっと盛り付けしてね、ご飯がね、いただけるようにしたいと思います。うわぁ、熱々。おぉ、いい炊き上がりです。で、ポトフはね、ちょっとキャベツがまだ早いんで、とりあえず取りましょう。キャベツがね、まだ若いんで、こっちはね、もう少しこのまま煮ましょう。もう、電池残ってるんでね。よし。よし、できたみたいです。オッケー。おー。いい感じ。おちしおち。おちおち。ということでね、少し時間かかりましたけども、全部でね、調理開始で1時間でね、3品できました。めちゃめちゃ早かったです。で、結局ね、電池の消費量なんですけども、約ね、23% ぐらいでね、全部料理が完成しました。はい。だからね、460Wh ぐらいですかね。で、すべての料理が完成しました。素晴らしい。でね、出来栄えもやっぱし気になりますんで、もうね、早速、ご飯いただきたいと思います。よし、じゃあね、いただきます。果たしてお味は？まずご飯。うん、さすが IH。すごく上手に炊けてます。というかね、もう、家で炊いたのと一緒ですね。何ら変わりもありません。で、お次はポトフ。もうね、煮えてる具材だったんで、このままね、いただこうと思うんですけども、このなぜか入ってる大根をいただきましょう。あのね、ちゃんと火が通ってるんですけども、大根が入ってるおかげで、おでんみたいになってますね。うん。でも美味しいです。ソーセージ。ご飯に合う味です。よしじゃあね、鶏のすせり、首の部分。これはね、もうの並べてノンフライに置いただけです。相当いい感じできてますね。果たしてお味は。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。サマさん、僕はね、鶏が大好きなんで、どの部位を食べてもね、多分美味しいしか言わないと思うんですけども、これはね、黒胡椒かかってて、味もしっかりしてて、ね、美味しいです。お酒のお供になるやつですね。本当に美味しいですね、これ。お腹空いてるんでね、おかわりします。しっかり抱いててよかったです。2回目調理終わりました。おー、煮えましたね。これはお玉で、あ、切れますね。よし、じゃあね、ポトフもね、おかわりいただきましょう。ということで、念願のキャベツ、果たしてお味は。美味しいです。よく煮えてます。あー、頑張って煮たおかげでね、柔らかく煮えました。美味しいです。よし、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日はもうね、晩ご飯いりません。で、もうね、日も暮れてきたんで、そろそろね、動画の締めの方に入らせてもらいたいと思います。はい、ということでね、今回はブライアン社の大容量ポータブル電源 S2400 を使って、移動中にね、普通の家電を使って料理を作って美味しくいただいてみたんですけども、いかがだったでしょうか。今回やらせてもらった料理っていうのは、冗談でも何でもなくって、かなり本気で、大きいポータブル電源があれば移動中にご飯を炊けて、煮物も作れて、あと焼き物もできるっていう格好で、正直ね、スーパーに行って帰ってくるだけでもう料理が完成してたんで、やっぱり忙しくて時間がない方って多いと思うんですけども、そういった方にもね、車内でね、料理できたらおすすめなんで、今回紹介させてもらったブライアン社のね、S2400。あったら、車通勤とかね、されてる方は、毎日1時間ぐらいはね、自分の時間が節約できると思いますんで、皆さんね、よかったらね、この機会に、こちらね、大容量ポータブル電源、購入をね、検討されてみてください。はい。ちなみにね、価格は109,900円なんで、2000W 級の電源の中ではね、本当に最安値レベルだと思います。個人的にはね、このタイプの電源は使いやすいんで、すごく気に入ってます。はい、こんな感じですね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。残った料理は、後でゆっくりいただきます。